本日は元アウトサイダーファイターであり、ブレイキングダウン6ではアウトサイダー代表として山川聡輝選手と対戦した高垣雄二選手が、ライジンファイターの平本蓮選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。平本蓮選手は11月10日ツイッターにて、今月柴田さんと祝勝会やるからマジで動画楽しみにしててほしい、多分朝からみくるの悪口だけの動画になると思います、やっぱり情報が入ってきた、これ表出たら相当やばいんじゃないかなとツイートし、朝からみくる選手に対して揶揄するツイートや暴露話があることを匂わせるツイートも行っておりました。さらにこの翌日、平本蓮選手はツイッターにて、昨日つぶやいてたやばい情報、近々ブレイキングダウンに大ダメージを与えるスキャンダルぶっ込みます、罪をしっかり償いな、朝からみくるをブレイキングダウンを廃止する、覚悟はいいか、俺はできてる、朝からみくる2月ブレイキングダウンと独占契約してアウトサイダーとブレイキングダウンの統一戦やるらしい、あいつ本当に終わったね、ブレイキングダウンの契約があるからライジンに出れないって逃げ道作ってファン搾取した商売でギリギリまで生きていくんだろうなあのハゲとツイートを行い、ブレイキングダウンに関する暴露話がある、朝からみくる選手ブレイキングダウンを終わらせると変わらず朝からみくる選手を揶揄するツイートを行っております。この平本蓮選手の爆弾発言連発に対して高垣雄二選手はツイッターにて、そのブレイキングダウンに出ている元アウトサイダーのものだけどよ、実際そんなとこでネチネチ汚ねえ派で言ってねえで、俺たち一人一人に言えんなら言ってこいよ、ファッションタトゥー入れて K1 ばっくれたやつが今はオカミさんとこの現パレス組だっけか、対外にしとけてめえは、ほんとこいつ根性が腐ってるよな、そもそも格闘技だ格闘じゃねえとか言ってたブレイキングダウンの話題に話題性に乏しくて首突っ込んできてよ、いちいち名前出してんじゃねえよ、それともあれかアウトサイダー出身の選手全員に喧嘩売ってんのか、平本蓮前からいけすかねえな、あと若いけど根性がひん曲がってる、ぼこして説教するなあとツイートし、平本蓮選手への鬱憤を爆発させ文句があるなら直接言いに来いと怒りをあらわにするツイートを行っております。この一連の流れにファンの中では、平本は中二病のアホなので相手にする価値ないですよ、平本のガキは連日朝からみくるを挑発してますが実際に行動には移さないところが最高にダサいです、平本蓮は単純にみくるくんに相手されてないから余計腹が立つんでしょうね、うちはもともと嫌いで生意気なガキとしか見えない、アウトサイダーとの統一戦何かまた面白いイベントですねなど平本蓮選手への批判的な声が寄せられる一方、ツイッターの漢字とか文章とか昭和のおじさんすぎて見てて痛いよ、平本蓮の方が格闘技の技術面も SNS 面も全て上回ってるよ、ここはチャンスとばかりに絡みに行って知名度上げたいだけの茶番と見た、相手にされるといいねポペガーなど高垣雄二選手に対しての批判的な声も集まり物議を醸しております。注目の集まるブレイキングダウンの今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。